皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・シンフォニア実況プレイのパート34やっていきたいと思います。さあ、コレットもね、あのクルシスの奇跡の呪縛から解放されたのか、まだ天使の羽は出るみたいですけども、いろんなね、感覚も戻ってきているみたいですし、よかったよかった。さてね、まあ、新しい目的としてテセアラとシルバーランド両方の国を助ける方法をね、探していくためにまた冒険が始まるわけなんですけども、メルトキオ、ここどう進んだもんか。うん、どうするんだよ、任せとけって言ったのはお前だろ。まあまあ待てよ、だからとにかく俺様に任せとけって。可愛いハニーたちのために特別の入り口を教えてやる。ついてこい。わ、ここ何？下水道だよ。町の汚水はここから外に流してるんだ。よくこんな侵入口を思いついたな。寝るときは夜になると封鎖されるんだね。よくここから家に帰ったんだ。どうして夜までに帰らないんですか？教えてほしければ今晩ご教授するけど。ジョークよジョーク、シーナもやきもち焼くなよ。ふざけんじゃないよ。どうしたんだろうシーナ。大人の話よ。敵の気配あり、危険です。ああ、注意していこう。OK、いい加減回復したいんだけどな。大丈夫、任せてね。やらせるのかな。回復もしたいし、アイテムも補充したいし。今助けます。ナース。やらせないか。安らかに眠れ。なんてな。スイッとかもなあ、あんまないんだよな。きついな。サンダーブレード覚えたから、だったのかな。これこうしたらさ、あ、いや、よーし、おい。え、ソーストラリング君が変化した。今度はどんな機能かな。ワクワクするぜ、ウリア。あれ、なんか道が広くなったね。僕らが小さくなったんだよ。そのようです。あれ、本当だ、小さくなったってこんな体じゃ何もできねえよ。そうか、これで誰にもバレずにこんなことやあんなことを。
ったく、何考えてんだよこんな時に。でもどうやって元に戻ればいいの。そういえばこのパネル、なるほど、このパネルを踏むと元の大きさに戻るみたいね。なるほど。なるほど。あれ、この姿なら雲の巣の上も歩けるな。だそうですね。探索は他なかったかな。うん、恨まないでよね。天の巣のカリア、ライブ、はい、すごいなね。じゃあレイトラスト、パラライボール、ローバーアイテム早く覚えてみねえからな。別にローバーアイテム別に回数稼いだところって話なんだけど、当たってね、ちっちゃいしに。当たらない。敵が小さいと当たらない。大丈夫、ありがとう。ドワーフの近い、はい、お、メモリシムやった。当たらないって切り下げ、エアブレイド、エイエイボトン。あら、もうおしまい。毒ってる弟を助けててください。お、あ、でもここ行こうにもあれですね、何か方法が。すぐには通れなそう。ん？この扉閉まってるぞ。ゼロス、あんたこの道のことはよく知ってんじゃないのかい？あれ？おかしいな。俺様が通った時は閉まってたことなんて一度もなかったぜ。誰かが私たちの侵入を予想してたかもしれないわ。え？それじゃあここも通れないの？なんとかして扉を開ける方法を考えようぜ。うん、そうだね。なんとかなるよきっと。はてと。お、レベル3、レベル3のジェムか。どうしようかな。レベル3、あと使うっていうとプレセアにもつけてあげたいんだけど、シーナも一応レベル3使う予定があるんだよね。誰がいいかな。とりあえずレベル3しようかな。これで、とりあえず、ターンレスかな。特技、秘技、奥義への連携が順番に関係なく可能になると。
なんだこれ。すごい大きな機械だね。ああ、そいつはゴミ圧縮機だ。ゴミ圧縮機？メルト機用の不燃ゴミはダストシューター2穴から捨てられるんだ。で、そのゴミがここに溜まっていくってわけ。集められたゴミはこの機械で圧縮されてブロック状にされる。運びやすいブロックにしてから大きなゴミ処理施設に運ばれていくってわけよ。何かに使えないかしら。なるほどね。で、待ってね。じゃあこれをここから落としてやりましょう。ここは違ったようだ。はい、じゃあ次ここから落としてみる。いくぞシャン。ほい、ほら、ここら辺にもまだあるみたいなんで、ガガン落としてみよう。ここに落としてなる？も関係なしだ。どうせ使うのゴミだし、いくらでもいいでしょ。ゴミを利用してるから、ある種これもリサイクルになるんだろうか。もう一個欲しいね。ネズミがでけえ。調査開始よ。ネズミの上でドロップキックか。グレートアクス。お。移動が遅いんで、これか。さて、これで、この中なんだ。メンタルリング。こっちはいけるか？1個足りなそうだね。
何かする必要がありそうだ。じゃあこっち行ってみよう。来ましたね。で、こっち行ってみようか。EX ジムレベル1。消火陣来てる。で、紹介スマート OK。ロボ兵さん使わなきゃ。ちょっと、わざとちょっと視点光回数使って覚えさせよう。ようやく奥義が覚えられる。初の奥義。どうしようかな。秋サザメだと飛んじゃうよね。多分これどっかで飛んじゃうかな。どうだろう。それやってみよう。邪魔しないでるんだ。100点ミッケ。小川さん思考を消化。アジン、それ大丈夫。ワンブレイド、切り下げ。エアブレイド思考を消化。アジン、無駄無駄。行くわよシャープ。その皆が、この手荒れた魂に裁きの光を照らせたまえ。ジャッジメント。よーし、終わり。スズメって飛ばないにならなかったっけか。あ、なるほどね。200回使えば切り上げをキャンセルできるようになるんだ。
まあ、もしかすると他の技もね、そういう連携とか使った回数による変化がもしかしたら今後あるかもしれないね。ブレストプレート、相当だね。150回。あ、これはこうして、で落とすんだろうな。結構奥までいけるしね。これと渡れねえ。一歩動かしてから回り込むか。でもこうすると、あ、オッケー。よかったみたいですね。で、その人のところが通れるようになったと。こっち行き止まりか。でここに入れないね。また多分あの機械を操作して、解かなきゃいけない謎があるんだろう。早く片付けよっと。よし、荷物は軽いか。それも行ったもんよ。みんな思う。レンゴ
じゃあ、とりあえず、今回はここのセーブポイントでね、直撃にしたいと思います。さあ、まあなんかね、ブロックを利用して進んでいくんでしょうけども、まあややこしい仕掛けですね。まあなんとか、謎を解いて、メルト教内部に入っていきたいと思います。ではでは、テイルズ・オブ・シンフォニア実況プレイパート34、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで行けるな。